月の23日、午後の14時36分。トヨタのプロボックス、2015年の今日はシルバーですね。シルバーでグレードが、デラックスコーンコート。大きな傷、へこみ等、こちら側から見ても、こちら側今ありませんね。綺麗な状態ですね。で、ざーっと後ろの方まで来ます。バックドアの方ですね。バックドアの方も、まあ、少しですね、こういう荷物、傷はありますけども、まあ、問題ない。来まして、この車のですね、一番大きな傷になってくると思います。こちらですね、助手席側の後ろのドア。こちらをですね、傷とへこみ伴ったものがありますのでお願いいたします。はい。あとはですね、ざーっと見ても、大きな傷。正面のですね、はい、下ですね、下回りのところがですね、傷がついてますので、こちら下の方のですね、傷を確認お願いいたします。はい、あとこちらですね。鍵、1つ。こちらのメインキー1つになりますのでお願いいたします。はい、エンジンかけます。5メーターですね。こちら77,110。ご注意ください。はい、それではですね、エアコンの方ですね。そしてシフトになります。はい。はい、それ以外の、こちらですね、横滑り防止機能ですね。77,000キロ。まあ、比較的、あまりへたりとかですね。後席は少し荷物を乗せた感はありますけども、綺麗な状態を保っていると思います。はい、そして天張りですね。天張りの方がですね、荷物を載せてたせいかですね、若干ですけども、損傷ですね。傷ですかね。傷がありますね。お願いいたします。はい。後ろの荷室の方は、まあ、使用感は多少感じますけども、比較的綺麗な状態保っていますね。大きな傷、汚れ等もありませんし、下のシートも綺麗な状態。まずカラーコード 1E7 ですね。はい、はい、エンジンルームですね。まあ年式2015年、距離77,000キロということで、まあ距離と年式相応の中の状態ではないかなと思います。